にちは。今日来てくれてありがとうございます。日常なの、日曜日なのに来てくれてありがとうございます。私たちは、香港でも今日、5周年を迎えました。5年前の今日、私たちは、100万の香港人と共にトラ湾の鳥を更新しました。目標は明確で、それは、逃亡犯条例改正案の撤回でした。その日のことは今でも鮮明に覚えています。その日、街に希望を溢れていました。私知っているほぼ全ての人がこの抗議に参加しました。友人や家族、同僚、みなしぬ人々まで、全ての人一つの目的ために立ち上がりました。駅を出るだけほぼ1時間かかりました。人々の波が対面なく続き、進むものも困難でした。デモは午後2時から夜10時まで続きました。通りの人々が埋め尽くされ、スローガンや歌声が響き渡りました。これほど多くの人々一体になって行動するのは見たことありませんでした。あの日、本当に記念すべきの日でした。香港人一旦団結し、平和的に自分たちの声届ける立ち上がった瞬間でした。しかしこの後の5年間、私たち多くの思念を経験しました。抗議自殺、警察の無差別の攻撃、不審死、大学が戦場と化し、香港版国安法の施行、予備選に関わって47名の起訴、リンゴ日報の拝見、そして香港声あれ、演奏禁止メネランド、数々の悲劇を続けました。それでも私たちは諦めませんでした。この困難の道取りを繰り返るとき、他のディアスポラ民族のグループの成功例を、思い出すことは重要です。例えば、ユタヤ人のコミュニティは、南石を、破却会と追放の末に、最終的にイスラエルというの独立国家を、突き上げました。また、インドの突立運動とも、ディアスポラを含む多くのインド人の長年にわたる登録と忍耐の末に最終的に自由を手に入れました。こちらの例示すように、時間と院内は非常に重要な因材です。自由と正義のもとを戻る戦いは一朝一夕には実現しませんが、私たちが決めず続けることは必ず道を上げます。戦争で世界中戦争で起きている今、香港の闘争に関心を持っていただきたいです。香港デモまた終わっていません。私たちはまたここにいます。これから独裁政権崩す、必ず香港を取り戻します。もしもし、皆さんこんにちは。在日香港人のサンズ・ウィズ・香港・アット・ジャパンの団体のウィリアムと申します。本日皆さんに集まりいただきまして誠にありがとうございます。先週の方も天安門事件6月1日の日にも、あと6月3日の日にも、国会の中でさまざまな集会を行って、香港の話題が少しずつまた日本でも出てくるようにはなっていましたけれども、ただ皆さんにしていただきたいというのが、香港にまだ民主化活動が終わっていません。まだ5年しか経っていないんですけれども、日本ではすごく落ち着いたように見えてしまっていて、報道もそして活動の数もさまざまな状況が、影響の中ですごく大変な思いをした中で、本日皆さん、在日の香港人の皆さん、そして応援の方々も含めて、まずお礼を申し上げたいと思います。今年に入ってから香港の状況がすごく大変になっていて、23条の立法だったり、あと国家安全維持法に関に巡る案件の審判だったりとか、そういった明らかな人権弾圧を起こっている中で、香港の中での人も頑張っていて、そして香港に戻ることを、リスクを負ってでも今日の活動に参加していただいて、あるいは他の活動にも参加していただいてたり、
そこがすごく希望を感じることにはなっています。香港に戻ることを決意して、戻らないことを決意して活動を参加していただくこと自体がすごく大変なことだと皆さんにお伝えしたいと思います。私も、一度逮捕されていて、香港は4年前から戻らないことを決意して、今はもう4年間経ってしまったんですけれども、未だにまだ少なからず香港に戻って、今の香港を自分の目で見ていきたいという思いがすっごくありました。やっぱり香港は自分が20何年過ごしてきた土地として、そのいいところをたくさん経験しましたし、もちろん今すっごく悪いところがめちゃめちゃ拡大されていて、私たちがそれを被害を受けていることにはなっているんですけども、私の中ではやっぱりさまざまな人が集まって、さまざまな言語文化、そしてさまざまな自由が交えるところが私の認識であって、ただ今たったの逃亡犯条例に巡る活動だったりとか、たったの本当に SNS の公開するだけで逮捕されたりとか、そして発言を禁止されたりとか、入国拒否されたりとか、そういうさまざまな不自由な、そして理不尽な待遇を受けたとしても、いまだに皆さんが頑張っていること自体がすっごく誇らしいと思いますし、でも海外にも日本だけではなくて、イギリスやアメリカとかでも香港人がたくさん集まるような場所でも香港人による活動も世界各地開催されていること自体をすごく希望を感じていて、状況は厳しく、毎年毎年厳しくなってはいくんですけれども、それでも皆さんがまだまだ諦めずに頑張っていて、もちろん昔のように気楽に活動に参加できるような状況ではなくなってはしまうんですけれども、活動以外にも様々なところで頑張っている人々の姿を見てしまうと、自分もこれからも香港に皆さんが無事に帰って満喫できるように、それも頑張って、そして来年も再来年も香港が自由なところに戻ってくるようまでには頑張っていきたいと思いますので、ぜひこれからの今日の活動も皆さんぜひ頑張っていきましょう。コンポ香港ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。香港の若い人たちの間にちょっと入れてもらって、お母さん役みたいな感じなんですけれども、日本の社会からも日本人からもやっぱりこの香港の若い人たちの活動を応援したいと思って、私も今日はこうやって話をさせていただいています。もう5年経ちましたけれども、先ほどアリクさんがおっしゃったように、あとウィリアムさんもおっしゃったように、平和的に自分たちの主張を表してきた、デモによって表してきた、そういった活動もですね、その後次々と潰されて、多くの人が刑務所に入らなければいけない状態になっています。刑務所から私も手紙を受け取ったりもしますし、私の方も手紙を書いたりして、いろんな人と細々と交流は続けているんですけれども、非常に苦しいというか、その刑務所から発信されたことさえもソーシャルメディアなどに発信されるとですね、それが新しくできた国家安全条例の犯罪とされるということで、この間チョウハントンさんのお母様とかおじ様まで連行されてしまったっていうことがあるんですね。で、刑務所の中にいても発信することを諦めない、やはり人間である限り自分たちが考えていることを表現するっていうことは当たり前の権利なんですけれども、それさえ難しくなっている。私が教えている大学でもですね、香港の学生さん、そして中国の学生さんもですね、誰に何を通報されるかわからないということで、授業中でも議論することを
議論に参加することを恐れて参加しない学生も出てきたりしているんですね。書いた博士論文がですね、問題とされて、それで博士論文を出版することを諦めた学生もいますし、博士論文の中でインタビューした人が逮捕されたっていう学生もいます。で、そういうことを考えれば、まあ、香港や中国で行われている国家安全のその様々な政策はですね、日本社会にも大きな影響を及ぼしている。でもそのことについて私たち日本に住む私たちはですね、どこまで意識してその状況を変えようとして努力しているんでしょうか。まあ、5年前にはですね、この日本でもデモが開かれて多くの人が参加して一緒に行進したと思うんですけれども、年々その参加する人も減っていますし、特に日本の中でのその関心というものもかなり弱くなっていると思うんですね。ただ今年天安門事件の記念集会で、まあ、今たくさんの人が日本に移住してきています。香港とか中国の若い人たち、まあ、それも天安門事件を直接経験していない人たちが新たにその事件について自分たちでいろんな形で勉強して、そしてこの事件を忘れないことがとても重要なことなんだというふうに考えて活動している人たちもいるんですね。だからこの香港のこの5周年のデモもですね、そういった5年前に行ったことを忘れないで受け継いでいくというような考え方からこうやって活動が続けられているというのはとても嬉しいことだと思います。はい、今日は皆さんありがとうございました。5 years have passed after the anti-extradition bill protests in Hong Kong in 2019. Many of my friends and former colleagues are in prison simply because they held demonstrations, assemblies, and other pro-democracy activities. Many of them have been detained for several years before their trials. There's no freedom of expression in Hong Kong anymore. I would like to warn everyone not to listen to what the Hong Kong and Chinese governments have been justifying all the arrests and detention of human rights activists in Hong Kong in the name of so-called national security. It has nothing to do with national security, but it's all about the Communist Chinese regime's intent to maintain its authoritarian rule. Even people trying to stage solo protests, commemorate June 4th, posting information on social media about various human rights and democracy issues, or simply not listening to China's national emblem, would be considered insulting China or violating national security crimes. In such situations, how can we have any freedom of expression as the Chinese and Hong Kong governments still claim that they respect human rights? The Hong Kong and Chinese governments always accuse others of interfering with domestic affairs whenever they are criticized. We should instead tell them that human rights are universal. People in Japan and other parts of the world have all the legitimate rights to pressure Hong Kong government to release all political prisoners. Now, while we commemorate the 5th anniversary of the Hong Kong protests, we call on everyone in Japan and other parts of the world to continue asking the Hong Kong government to stop persecuting its citizens and curbing freedom of expression in the name of national security. Fight for freedom. Fight for freedom. Fight for freedom. 先ほどパトリックさんが話した内容を日本語でもお伝えします。香港が2019年に起きた逃亡犯条例改正案の反対デモから5年が経ちました。私の多くの友達や元同僚がデモや参加
集会または他の民衆活動に参加しただけで今収監されています。彼らの多くは裁判を受ける前数年前も拘束されています。香港はもう表現の自由がありません。皆様には香港や中国政府が国家安全という名目で人権活動家の逮捕や拘束を正当化している言葉は絶対に信じないように警告したいです。これらの行動は国家安全とは関係なく、すべては中国共産党政権が独裁的な支配を維持するためのものであります。今は一人で抗議行動を行ったり、天安門事件をツイートしたり、 SNS で人権や民主主義の投稿をしたり、さらには中国の国歌を聞かないだけで中国への侮辱または国家安全の犯罪とみなされます。香港や中国政府が人権を尊重していると主張していますが、このような状況において私たちはどのように表現の自由を保たれているのでしょうか。香港や中国政府が批判されるたびに内政の干渉と他者を批判します。でも私たちはむしろ彼らに人権は普遍的なものであることを伝えるべきです。日本や海外にいる皆様に香港政府に全ての政治犯の釈放を求める制度的な権利を持っています。今香港のデモ活動が5周年を迎えることにあたって、日本や世界中の皆様に香港政府に国家安全という名目で市民を迫害したり表現の自由を抑制することを止めるように求め続けていただきたいです。どうか自由のために香港人と一緒に戦ってください。 Fight for freedom! 捍衛香港！ 光復香港！ 時代革命！ 捍衛香港！ Fight for freedom! 新宿駅前の人は大南町の皆さんのみんな何が起こったんだろうかってちょっと驚いてる様子ですね。ちょっとびっくりしましたか？すごいね。新宿駅西口の目の前を2、300人いますね。ワンネーション、ワン香港してます。一つの国家、一つの香港、要は中国とは別って言ってることですね。ワンネーション、ワンネーション、ワン香港。ワンネーション、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 香港に自由を、香港に自由を、香港獨立，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 香港獨立。One nation， 香港。One nation， 香港。One nation， 香港。Some message. Thank you very much for coming today. It's really meaningful for Japanese and Hong Kongers to come together to fight against China and the Hong Kong government. I think it's been 5 years since the Hong Kong and the extradition bill protest, and a lot of people have given up. But then us in Japan
who has still the right to freedom and assembly. I think we have the obligation to continue voicing for the Hong Kongers still remain in Hong Kong. And I want to tell everyone that we will keep fighting until the day that we get our freedom and democracy. Please, please hang on there. We are always here for you. What's the next move? What's the next event? Our next event is the Hong Kong Democracy Summit on June 17th at Hitotsubashi University. And there will also be a press conference on June 20th at the National Diet. So please stay tuned for our announcements and please stay tuned for our press conference. A press conference at where? At the National Diet. National Diet? Gokai-gan. With whom? With a lot of self-exiled Hong Kongers. About 30 Hong Kongers will come from all over the world together in Tokyo. I see. Okay. Thank you so much. So, Boon-san, could you give us some message? What do you think about today's event? The Hong Kong protests have passed 5 years. We have like Hong Kongers living here that we still want to commemorate it. And then we want to call for the international community and also the Japanese community to continue to pay attention to what's happening in Hong Kong. Mm-hmm. Many of my friends and also former colleagues are now in prison in Hong Kong just because of participating in demonstration, election, and then even just like they want to write their opinions online. And they are now in prison just because of that, and they are accused of national security crimes. So we want the international community to realize that they can no longer actually tolerate Hong Kong government and the Chinese government's crackdown on human rights in Hong Kong. So we want to use this rally as a platform also to tell others that we should never forget what happened 5 years ago. We should continue to call for international community to call for the Chinese government and Hong Kong government to stop all the persecution against Hong Kongers. I see. Today, you guys walk around Shinjuku Station. How do you feel people's reaction? Yes, I think like many people, they actually been like showing support. I saw a lot of people taking pictures. But of course, we also saw some of the Chinese, I think like Chinese people, they are not very friendly. So they also show very bad attitude to us. But we would not stop our action. Because what we do is actually, it is our freedom of expression and our freedom of assembly. We'll continue our fight here in Japan. So fight for freedom, stand with Hong Kong. I see. What's next move? What's next event? Next event, we will have our democracy summit here in Tokyo. We cooperate with Hitotsubashi University. So we will invite some Hong Kongers and also Taiwanese and also other activists around the world to come to Tokyo. So we will talk about all things related to Hong Kong, how we continue our fight for Hong Kong. Okay, thank you so much. Thank you. お疲れ様でした。